Please choose the correct kanji in underline。 今朝は7時に起きてジョギングしました。はい、今朝は7時に起きてジョギングしました。はい、バカラさんかな、ありがとうございます。ペイさんありがとうございます。ワーリーさんコメントありがとうございます。はい、タンさんありがとうございます、ね、漢字クエスチョンです、ね、はい、アンさんありがとうございます。ブディッカさんかな、ありがとうございます。まゆみよしれさんありがとうございます。モハマッドさんありがとうございます。アレスブリアンさんありがとう。ハラハプさんありがとうございます。はい、モンティさん、チップダスマンポルテベシさんありがとうございます。ヤキンさんありがとうございます。うん、いいですね。はい、答えは4番です。はい、この漢字は単語がありません。ただでシミラーですね、うん、答えは4番です。今朝、これはもう漢字の問題ですから You cannot answer if you don't know the kanji words、うんうん、はい、and then カタカナ、カタカナクエスチョン。これ N4 ですね。Even N4, N3 learners doesn't like to the katakana words. In this question, there are a lot of keywords. Usually, katakana's question is a lot of keywords in sentence. So please check the keyword.And then you can answer like this question. はい。Please choose underlined one of them. チャンネルを変えるからテレビの。はい。I don't read. If I read, I think you can understand.It's this question, the purpose is just the vocabulary and then reading katakana. Of course, even N4 learners, they cannot read katakana well. はい、ちょっとだけね、待ちますけどね。はい、ヤキさんありがとうございます。エミリーさんありがとうございます。で、Please don't look the other one's question.Other one's answer. ね、はい、ありがとうございます。そう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 。いいですね。はい。答えは1番です。はい、1番ですね。チャンネルを変えるからテレビのリモコンを取ってください、ね、リモコンはね、リモートコントローラー I think it's a Japanese English、うん、リモコンですね。ジャパニーズイングリッシュ、これ多分ね、多分ジャパニーズイングリッシュ、はい、ね、エアコンね、エアコンはエアコンディショナーのエアコンです。パソコンはパソコンね、パーソナルコンピューターのパーソコン、パソコン、コンピューターはコンピューターですね。はい。チャンネルはテレビのチャンネルですね。プログラムですね。はい、じゃあこれです。これも簡単な、ボキャブラリーいきたいと思います。はい、1番です。これも簡単ですが、もうシンプルクエスチョン。This question is for purpose ask you about conjugation. Please choose the right one of four.in underline 私はですね、それ私はテニスが好きですが上手、ですね。1番2番3番4番 The one of them please choose right thing、はい、ありがとうございます。モンテさんありがとう。徳さんありがとうございます。アンさんありがとうございます。ね、ペンさんありがとうございます。ニエルさん大韓民国、もう韓国から見てくれてるんですかね。皆さん同じですね。はい。アラブさんそうですね。ちょっとね、please。Check your textbook、はい、答え4番です。答えは4番です、ね、上手これ何アジェクティブですから上手じゃありませんですね、上手ないです。これも違いますね。違います。上手になりません。これ全然意味が違います、ね、じゃありませんですね。これもシンプルコンジュゲーションクエスチョンです。